トリレッツのアトラクションをクリアしないと先に進めないので、やってきます。到着。いや、うっかりやり忘れてました。よっしゃ、いや、温泉のおかげでアトラクションの参加者が戻ってきたよ。温泉の集客力ってすごいな。集客力ってわかるかい？お客さんを集める力のことさ。よっしゃよっしゃ。パネルクラッシュ、参加するなら木の実に10個もらおう。よっしゃよっしゃ。それではこっちへ来い。行け、ピカチュウ。音楽かっこいい。ラグトリオが出てきた。邪魔してくるわけだな。あ、ミスった。だんだん速くなってきた。あ、あ、いい記録なんじゃない？アトラクションクリア。うむ、よくクリアしたな。さすがプリズムのかけらを集めているだけあるな。ん？なぜかけらのことを知ってるかって？ふふ。プリズムのかけらなら私も一つ持っているんだ。パネルクラッシュをクリアした印にプレゼントしよう。プリズムゲット。よっしゃよっしゃ。実は私はマグマゾーンから来たんだよ。君、マグマゾーンへ行くんだよ。マグマゾーンのマスターのバチャーモさんもプリズムのかけらを集めているらしいぞ。トリレッツのアトラクションもクリアしたので、やっとバチャーモに会える。さあ戻りましょう。到着。ふむ、クリアしてるようだな。さすが黄色い稲妻だ。早速門を開けるぞ。バシャーモさんがこの先にいる。さあ行ってこい。
いよいよガチャーノだ。人影も一緒か。よっしゃ、よく来たな。黄色いイナズマよ、どうだ、俺の仲間にならないか。共に力を合わせポケパークを再び一つにするのだ。何、不思議花やエンペルトと仲直りしろだと。お前はあんな奴らの味方をするのか。不思議花は心配ばかりしているし、エンペルトは意地っぱり。お前なら俺の仲間にふさわしいと思っていたが、そんな考えなら仕方ない。ポケパークに必要なのは強い力を持ったリーダー。そう、俺一人で十分だ。俺に歯向かうというのなら、そこにいる人影と戦ってお前の力を示してみろ。ピカチュウ、さっきは一度負けたけど、あれは普段の半分の力さ。今度は俺も本気で行くから、君も本気で来いよ。それじゃあ手加減なしで。オーケー、うん、本気を出しても勝てなかった。やっぱり君は強いな。だけど君とのバトルすっごく楽しかったぜ。よっしゃ、やるなピカチュウ。お前は不思議花の優しさ、エンペルトの心の強さ、その両方を持ってるのかもしれない。それでは力はどうか、俺が直に試してやる。俺のパンチングロックスをクリアしてみろ。クリアできればお前の力を認め、不思議花やエンペルトと仲直りすると約束しよう。パンチングロックスをやっていくなら木の実20個もらうぞ。そう、ではこっちへ来い。始めるぞ。行け、ピカチュウ。オーケー、お湯のクリア、アトラクションクリア。まさかパンチングロックスを破るとは。お前の力認めないわけにはいかない。プリズムゲット。これでお前の元に8つのかけらが揃ったな。スカイプリズムこそスカイガーデンの力の源。ポケパークの平和とバランスを保つ意志だと言われている。スカイプリズムの力でポケパークをまとめ、災いを食い止めようと思っていたが、その役目はお前に任せよう。俺は不思議花やエンペルトと力を合わせポケパークを再び一つにする。お前は残る6個のかけらを集め、
ポケパークを守ってくれ。ピカチュウ、マシャーモさんからポケパークを頼まれるなんてすごいや。俺も応援する。それじゃあ俺、つどいの広場に行ってチコリータやポッチャマと会ってくるよ。つどいの広場で会おうぜ。ついにマシャーモも説得できました。かっこいいので記念に一枚。今回はここまで。次回に続く。